おにぎり250個、持ってきたんですけど、坂本さんとあっという間に履けてですね、昨日に引き続き、もうおにぎりが大人気で、日本から来たおにぎりが大好きだという子供たちがいっぱいいました。本当にこう、困った人たちが、におにぎりを届けて笑顔になってもらうという活動、すごくいいなと思ったし、しかも今日は福島県からの、福島の会津のお米を、初めて持ってきて、ちょっと重かったんですけど、持ってきて、で、福島出身の、石井先輩が握ってですね、それを届けたっていうのも、ちょっと感慨深いなというふうに思います。で、ともかくこの、いろんな支援っていうのがありますけど、坂本さんもやってる支援は、本当にこう、地域に根ざしてですね、現地の人たちのニーズに応えるっていう活動を、このおにぎり以外にもやってるので、ぜひこれからも応援していきたいなというふうに思います。ともかく皆さん、このおにぎりめちゃめちゃ喜ばれてるから、日本のおにぎり、思った以上に、ぜひ皆さん、今後ともアースウォーカーズよろしくお願いします。トルコの支援も行ってきましたけど、ウクライナのことも、そしてウクライナから避難しているワルシャワにいるウクライナの人たちのことも忘れないように、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。